にも作るって言ってたね俺。羊の毛で作った家を。うら、大変だ。大変だわこら。まあ、羊の毛で作る分刈り取ってね。ハサミ？ハサミがね、バケツにしちゃったからハサミがもう壊れかけ。あと耐久値半分ぐらいか。あっても半分ぐらいのハサミしかね。ガチで一山えぐんねえとダメか。まあどっちにしろね、あのアイアンゴーレムの像はもう、もしくは土を使って、あのアイアンゴーレム像の骨組みを作って、血の血溜まったら、なちょっと根材って取ったら植えて、取ったら植えてみたいな感じでやる感じになるのか。砂岩使いたい。砂岩にしようか。砂岩、アイアンゴーレム、砂岩で作ったアイアンゴーレム、模様入りとかさあるじゃん。この方がいいんじゃないか。この方が良さげだな。正直そんなネーザー行かないし。ああネーザーも冒険してないけどさ、後にするよ、するけどさ、まだね、今装備脱いじゃったし、脱いじゃったけどさ、革装備なんてそこそこの装備じゃないと行きたくないな。ダイヤの剣、せめてダイヤの剣持ってないと行きたくない。そのために村人のね、村人ダイヤくれねえかな。村人がダイヤくれないと意味ない。意味なくはないけど、村人のダイヤ待ちっていうのもある。いやそれはないけど。どっちだ、キシローバーがやろう。ダイヤか、ダイヤの剣か。マジでクリエイティブモードにしたいな。でも今からクリエイティブモードにするとこの建物たち全部なくなっちゃうから、ね、まあクリエイティブにしちゃえばすぐに戻せるけどさ。この動画見たり、一旦こっち来て普通に見てどんな感じかなっつって場所とかをチェックしてからの、作っちゃえばね余裕で作れるし。ロバ欲しいな。ロバ、ロバも欲しいしな。ロバでもこのラバー、ラバだっけ、ロバだよね。アイテムボックスを一緒につけて一緒に旅したいんだ私は。あとしょ、それが夢だ。うん、いやいい感じにできてきたね。早くも、いや早すぎてちょっと引いてるんだけど、もう的な1階部分できちゃって、それ引くわ。1階じゃないや、これ2階部分だ、ごめんなさい。まあ、ここはある意味整地してよかったね。後々羊小屋とか建てるに、あると言うと整地し、高さ的にね低い、この高さで今洞窟植えたけど、もう一回植え直さなくちゃな。こっちの高さに合わせるとなると土が逆に相当必要だしな。あるけどさ、そこそこの土あるけどさ、さすがにそこまでの量ないぞ。この村は土の消費量が半端ないんだ。粉使う人いないんじゃないか、土。大体の人が捨てるんじゃないか、土なんて。捨てるだろ。いらないもんだって。畑作るんだってもらって。こんな、ねえ、こんな作り方しないだろうし。キチゲーだろ。いや、俺がね、他にやってる人いるかどうか知らないから言っただけであってね。キノコハウスのちょっと現状、そんなでもねえし、そんなでもねえんだね。全然育たないんで、ちょっとショックだな。久しぶりに入ってブワーって出てたら、ブワーッってなったんだけど、ごめんなさい。ちょっとね、わけわかんなったね今のは。どうしよう、どうしよう。ガラスどんぐらいある？屋上を埋めると、お、少な、あ、まあ、少な、足んねえや。増えられて一部屋か。
いや、あれだけ、あれだけ、あれだけ上を、どうしよう、赤くしようかな。赤い色の部屋、黄色い部屋とか、やろうか。そうしようか。そうしよう、そうしよう。黒はいいや。ってなると、ポッピー。タンポポ、ごめん。タンポポ。えい。あれ何気あんじゃん。いらないけど。白い色。ほぼガラスじゃないか。何個ぐらい必要なんだろう。まあ、あっちでも作るくらいか。で、つらい。赤、青、緑、黄色。緑？あれ緑どうやって作るんだっけ。出た。出た、緑の作り方忘れる俺。あ、サボテンがねえや。じゃあダメだ。キュウリ。キュウリなんてねえよ、もともと。え？ちょっと待って。緑？え？どうやって緑作った？なんで緑なんだ？え？サボテン持って帰ってきたの？俺。緑色の塗料の。緑色の塗料の花なんてあったっけ？なんでお前はそこ。あ、まあ、それ引っかかってんだろ、お前。危ない危ない。バカだね。あ、ある。シアンはつけたくないからね。そら色にしとこう。赤、青、黄色、緑、4部屋。とりあえずこの部屋あれ十分だろ。バカめ、出せと思ったか。バックバックバック、ピンク、ピンク、ピンキーな、ピンキーなお部屋。1個くらいバラバラ、1個、あれ取った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 。なに、両方ともピンクの仕組み、バラが広がってどういうこと。噴水も行くぐらい欲しいんだ。作りないけど。おい、土持ってこいや。もういいや。俺さっき土取り行ったんだけどな、あっちに。途中で何しに来たんだっけって思いながら戻ってきちゃって。あ、そうだ、ガラスガラスとか言って。ガラス取り行ってない。そういえばガラス何個くらいあるかなって見ただけであってね。本来土を取りに行ったんであってね。あ、バカだな。目先のものに注意を引かれて、本来の目的を忘れてしまう。まるで子供じゃないか。男はいつも言っても子供だよ。少年のように、少年のようにピュアな、ピュアなハートを持っていた。えい、へえ、と。まずこの赤いガラスをこうして、あ、種、ね、黄色、こうして、こうして、こう、あれ、こうか、こうか、じゃあ足りんじゃねえか、4個か、種やじゃん。そうですか、そうですか、そうですか、なるほど、あ、そうですか、足んないな、どう見ても足んねえな。はい、残念な。あ、ここガラス割れない、難しいな。ここもガラス割れないじゃん。ちょっとガラスが割れないじゃない。どこにガラス割れっていうの、これ、この作りで。どこに割ればいいの、板状のガラス。どこに割ればいいの。帰ろう、こうやってやる。あ、寝て、早く寝て、早く寝て、早く寝て。ありがとうございます。これで上にさ、クリーパーとか言ってさ、スルスルって降りてきたらもうおしまいだよ。もうおしまいだ。このゲームはおしまいだ。もう耐えらんないよ、そんな。こう開けといてもいいから、やめとこう。ガラスでもいいかなっていう意味のね、開けといてもいいかなっていうやつであってね。
ただそこのガラスを埋めるとしたら、その盗難料は必要だから、そんなガラス持ってないから。さあ、まずここら辺から植えていこうかなっつって、ここここ羊小屋の遮っていうところだから、ここえぐれないわ。ごめん、羊小屋拡大する。いや、めんどくさいわ。じゃあこっちか。じゃあこっちだな。こっち側に黄色いガラスを、この少ない方の面積をガラスで押さえて、失敗は許さない。おやい、いいね。明るくなってね。何個使ったらいいの？わかんない。何個持ってた俺？黄色いガラス。覚えてねえな。あ、いいね。赤いガラス。とりあえず2周しときゃいいって。とりあえず2周しといて。ポン。あー、かわいい。あー、かわいらしい。かわいやらされるわ。32個持ってて残り13個か。まあまあ使ってんな。じゃあこっちの列は無理だ。この列はきついな。こっちの列だけ。なんてかわいらしい。なんてかわいらしいの。なんてかわいらしいの。そのかわいらしい色をなんでこんな見えないところに貼るの。バカなの。もったいないね。なんでさっきから一個間違えんだよ。バカだな。あっち側にピンク持ってくべきだったか。こんな見づらいところにピンク使っちゃって。いや、まあ、もう、まあ、もうやだ。これで置いとこう。村人たちを見に来るときは大体この一段上からの時見る感じ。同じ目線でなんか見ないぞ。余るな。あ、これもう一つずつ、もう一つずついけるな。最終的に余ったので、ワンフロア分ぐらいいけるんじゃないか。それは、まあ、おいおいだな。おいおいやっていく感じだね。フューチョ。なんで一個ずつ残ってんだ。言ってくれるぞ。まあね、爽やかにしよう。こっちをキュートさとクールさを兼ね備えた。いいね、男と女みたいな感じ。男子トイレ女子トイレみたいになっちゃってる。大丈夫か。オッケー。あ、いいねいいね。そうなんだ、そこ赤いのにしたいんだ。てい、なんか、あ、ミスってるからか。赤いのにしたいんだっつって赤い塗料持ってきてね。あるからいいやっつって思って、持ってきてなかった。えい。あ、渋いね。こいつは渋いね。大人だね。いや、こいつは大人だね。これは自然と同化するタイプのやつだ。いいね。日の光、そして木の、こうね、葉っぱの色を再現したと。森の中を再現してる感じ、こっち。これ。光、木って。ちょっと薄暗い感じがね、なおさらちょっとね、いい感じを醸し出してるね。あっちはもうキュートとクールでしょ。これ間どうしよう間どうしよう。どうやって上、誰か草分かってる。間どうしようか。こいつは間設計で、間どうしよう。間ここ敷居敷居もこうガラスでいく、行ってドアにする。そのタイプにしようか。そうすれば1,2,3,4、あと4色。2色。今4色使って、あと4色だから、トータル8色使えるわけで。なるほど。
あと4食何にしようかな。やっぱ青を使いたいけどな。でも青は使えないから黒。光と影、光と影、光と影。お前スタンバってんだ。でも出させない。甘いぞ、考えが甘いんだバカ。光と影っつって16個しかねえじゃねえか。あ、じゃあ黒で植えたらガラス割りだ。あららら、あららら、あららら、サバリトゥナイ。はい、サバリ。おいバカ、なんでイカスミ1個しか持ってねえ。おいお前ふざけんな。これ足りたら大体俺ショック受けるけど、足りるな。くそー、なんで今まで2個ずつにしたんだ俺は。バカか、バカなのか。光と影、邪魔。うわー、下手こーい。一個ミスったせいで足んなくなったじゃねえか。しかもなんか出口がおかしい、出口が、入り口がおかしい、入り口があっちに騙された、こっちで見るべきだった。あれでも地上おかしい、123ここだよ。くそ、いいや、いいやこれで、あ、いいやこれで、あ、いいやこれで。扉なんていらねえ。いやでも扉の数で人が増えるからな、扉が欲しいな。とりあえずあの青とピンクください。青とピンクでここ植えてこう。あ、どうしようかな、ここ、あ、ここだから、ここ青でこう斜めに青くして上ピンクでみたいな。いいね、いい感じじゃない、そういうの、そういうのもいい感じだね。できるかな、できるかな、とか17個できるか、やってみよう。できる範囲、できる範囲でやっていこう。青とかはね花だから、この空色は花でできるからね。トントンみたいな感じ。あ、足んねえや。でもまあ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 、できる範囲で、できる範囲でやってみよう。つなぎ目の色を変えて紫色とか、赤紫使えばいいんか、そこ、こう合わさるところ。ああ、そう、ピンクのこの斜め感いいけど、青もう一個下だったな、それミスったね、それ。まあいいや、いい感じだね。でもここ扉にしたいからちょうどよかった、ちょうどよかった。あ、赤使っちゃおう。赤で補正をかけよう。ここ、こういう補正をかけよう。赤が全部の色をつなぎ止めていくみたい。ここ、あ、マイク。なんだ。あ、でもこのなんか色のばらつき感がなんか、また、またおしゃれですね。変な音出た。黄色と緑か。あー、ここのフロアには使いたくないな。いやでもこのフロアに使わなくちゃいけないんだよ。ちょっと短いかな、短いしな。ちょ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 、緑スタート。ああ、そうだよね、ここのフロアは、ま、おい、ああ、2枚無駄にした。私の仕事か、こういう使い方をする。しまった、これじゃ松明を立てられない、立てられない、立てられる、こういう風に立てておけばいいんだ。こうやって立てておけばいいんだよ、4つ角に、4つ角にこうやって。本当に儀式、儀式みたいな。こ
ういうイレギュラーな置き方を入ってくる。でそこの隙間にこうやって全部と合うね、赤ってのはね、素晴らしいね。こうあえてあえて、はい、まあまあ疲れてきたところでね、ね、ちょっと今スイッチ入れ替えて、自分の中のスイッチというものを、はいはい、ね、ハキハキとハキハキと喋って、オッケー、これで扉ここにつける、扉つける、あそこ扉つける、じゃあもう扉つける場所は決まって、オッケー。プロも扉つけるためにここをこうしておこう、あえてこういう風にしてるからね、足りないからこう継ぎはぎなんだけど、それはそれでなんかステンドグラスみたいな感じになっていかないね。やるならもっと最初からぐっちゃぐちゃにするべきだったね。ごめん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 。あ、おい、俺の腕に止まるの早い、入る分ぜ、入る分際で私の家に触るんじゃない。よし、砂は、ない、シャベルは大量にある。打開策を今されて、この現状をどうくぐり抜け、いい、なんかいい感じだね。上から見るとあそこの奥の何もない感じ。マジかよ、マジかよ、俺全然意識してなかった。いや別に俺は全然意識してないんですよこれ、意識したわけじゃないんですよこれ。上から見るとなんかちょパチャゴンじゃないこれ、この形状。あれを横に倒したらこうなるんじゃない。あ、カチャゴンだ、カチャゴンできた、なんも、うわっ、何も意識してないけどカチャゴンできた、やったぜやったぜ、ふふえ、こう真上めくのって俺苦手なんで、これで合ってる、わかんない、これで合ってるか、合ってるだろうという判断で、こう数えろ、数えればよかった、それが3マスで、じゃあ上から開けられるわ。と、うん、1、2、あ、いいや、違うだろうけど、こっちだろう。はい。確認のために穴開ける作業っていうのもね、必要なんで。いや、ここだ。どうだ、ビンゴ。こっちまで来て登るために行くぞ、気をつけて、気をつけて、あそこの出っ張りゴー、あ、トゥルンってなった、トゥルンってなっちゃった。白いガラスってどうなんだろう、あれは透明なガラスだからあんな感じになっちゃったけど、白いガラスならよかったんじゃない。ここだ、すげえすげえ、当たったわ、感覚で言ったら当たったわ、当たったわ、ここだ、ビンゴ、ちょっとここか、あい、だからさ、だからさ、今さ、今さ、シフトをしてたんで僕、まあ、押したところで確か、ごめんね。あ、松明もね、貯金もね、なんてこった。おー、出た、やる、あ、やるやる、空間把握能力的な養われてきた俺、やる、できたできた、ここに木を植えますよっていうあれだから、あれだから、頑張ったっとこ、いやまだ早い、まだ木が早いから、
あの赤いガラス綺麗だな。よし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 。よし、続いて。続いては次回だね。ごめんなさい。1時間半撮ってるんで、そろそろ編集が大変になってくるんで。今回はここまでになります。ご覧の通り。お、いいね。ね、奇跡的になんかジャングルの木とあのダークオークを植えるためにちょっと膨らませた結果、奇跡的になんとなくなんとなくカチャゴン、こうやって遠くに行けばこれもカチャゴンでしょ。ね、カチャゴン、カチャゴンはこう2段に、これ1段だ、カチャゴン2段じゃん、雪2段のカボチャじゃん、まさにまさにじゃん、これまさにじゃん、これボタンのラインって、これまさに何度も言うけど、まさにカチャゴンの形になってしまった。素晴らしい。これはもうカチャゴンの神様、いやカチャゴン様だわ、すいません、カチャゴン様自体が崇めるべき存在だったのに、カチャゴンの様の神様が本当にちょっとわけわかんなくなっちゃうか、カチャゴン様にも愛されてるとしか言いようがない、ね、これは適当に作った。で、ちなみにあそこの、あの、ちょ、はい、あそこにこうドーム状にして、なんかボート乗り場的な感じで滝下りができるような感じにしようかな。あそこも行こう。今、まあ編集してる最中に思い出すから別にいいんだけどさ、ひらめいたりするし、ちょいちょいなんかこうパッと見た瞬間に、ああそこになんかつけたいみたいななったりするんだよね。編集してたりこうやってね、こうやって私は今こうやって登ってるわけだけど、ここから水を流したい、流したい衝動が今なぜかしらここから水をこうドバーってやりたくなった。まああっちからね水が流れてるのに、こっちから水が流れてないっていうのもね、ちょっとおかしいんじゃないかっつって、それは差別なんじゃないですかっていうことでね、ここでも水を流す準備、こうしときゃいいのか、こうしないとね変な風になれちゃうから、オッケー、オッケーですよ牛さん、後々そこ水流れるんで気をつけてください。さあ問題は、まあね、今から説明するのは次回どうするかっていうの。こういうところでね、普通に締めてね、終わりですっつって次回始まってから冒頭で今回は何々しますっていうのだと、また今回みたいにね、撮る 間がね、空いちゃった時とかに何すればいいか分かんなくなっちゃうから、そういう時動画見直してるんです。僕は動画を見直している。ここぶち抜こうか、こう行こう、ここに通路を作ろう、軽く作っておく、こういうことだ、ここに立ってこう通路を作っていく、こんな感じでね通路を作っていくと。松明もないし、石の、まあ、1階は別に土でいいんだけどさ、ってか見て名前は土で作ってるね、こっち。じゃあ、いや、この石のレンガとかもらってっちゃっていいかな。おい、閉めんなよ、入ってる、あっ、鶴橋入ってる、何、ちょっと朝なってんのここでなんかもうなんか作れるようになんかスタンバってたんだね俺、さすがだぜ。今あっちに開通するんで、今ニワトリ小屋の下あたりかな、下に開けるとニワトリが入ってきちゃうかな、もうここはアイアン小屋ですね。あれどこだか分かんない、あ家の端、あカチャゴン置いといてよかった。ってことはここがニワトリ小屋付近か、
もう一マス行ったところで、分かりづらいな。これは大変だな。何より松明がないのが怖い。でもまあまあまあ、まあ、大体場所は分かったから、あとは外からぶち抜いてつなげちゃえばいいか。よし、木が欲しい、木が欲しい、木が欲しい。はい、危ねえ危ねえ。下で行動すると朝なのか夜なのか分かんなくなっちゃう。マジで。はい、トラスト、テスト、ラスト、ライト、ラスト、タイプ。はい、というわけでね、次回はあそこを、ぶち抜いていたところの続きからやることになるんですが、気がない、気がない。あそこに扉つけたこと思ったけど気がない。あった、ごめんなさい。どこを見ていたんだろうか僕は。扉をつける、この奥の木材はもらっていく。次だから扉をつけるとこまでやって今回は終わりにしよう。キリがいいからね。大体場所はここだ。ここをマシンに挟ます。おい邪魔だ。違う、もう一マスだ。ここだ。下から見た風景を覚えている。ドアシャペル、掘れば、掘ればいいはず。掘らつなった、まだだった、掘らつなかった。おじさんがあそこにいるってことは一個掘る場所間違えたか。間違えたな。一個ってか、トーン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 だね。こっちだ、掘るべき場所こっちだった。ありがとうおじちゃん、そこ立ててくれて助かったよ。ありがとうね。別にお願いしてないけどね、そこ立ててくれって。まあ別に通路3マスでもいいけど、ここはこの通路3マスでもいいか。やおいちゃん、やおいちゃん気が早いな。おいちゃん、こっちこっちここ、あ、家できるから楽しみにしてね。はいはいはい、3マス、いや2マスにしとこう。やっぱなんとなく黒っ、助けて助けて、声声びっくりした今。ああ怖かった。こんな真っ暗になると思わなかった。たった一箇所になったけど、大丈夫かな。最後の松明だけでいいだろう。別れるよりました。ここに別れたらおしまいだからな。あの影が気になるな。ここの影が、ここの影が気になるな。この辺にしといて。で、ここに新たに扉をセッティング。通路が完成したぜ。楽しみにしろよおいちゃんたち。はっ、くれるんですか。あれどうやって受け取ればいいの。いや、うん、ありがとう、ありがとう。でも、え、ありがとう、あれありがとう、ありがとうね、ありがとう。カフェ好き、嬉しい。いや、なくなっちゃったけど、なんか、あの、アイアンゴーリムさんの手からなくなったってことは、俺が受け取ったっていう形になったんだろうね。もう持ってないよ、持ってないけど、なんか、すげえ嬉しいわ。なんか、もらった気がして嬉しいわ。というわけで、
ね、そんな嬉しい気分を最後味わったところで今回は、ここまでにしようと思います。もう一回上に高くしてもいいな、これ。あ、さっきのゴーレムさんだ。おーい、ゴーレムさん、ありがとうね。めっちゃ嬉しいんだけど赤い花くれたゴーレムさんが、めっちゃ嬉しいよ。こんな嬉しいことがあったのか、マイクに。で、今後やることは砂を集め、炭を集め、地下を掘り、部屋を確保する。部屋を作ってね、人が住めるスペースを確保、まあ大量に砂はね集めておきたい。というのもこっちにね羊毛でできた家を建てます。そこに使うガラス全部同じ色で、黄色い羊毛で作った家なら黄色いガラスっていう感じでやろうと思ってますんで、まあ16色は無理なんで、まず茶色がないから15色になる。そしてあ、まあ15色になるね。でガラスが、彼の分のガラスをあまり作りたくないって、なんだっけ、貴重なやつ、ラズベリーじゃなくてなんかそんな感じのあれだったから、それはあんま使いたくないな。あ、ごめんなさい。なーん、ぬーん、これなんだ。なんかいい感じだな。あれなんかいい感じだな。まあいいや。まあそんな感じで、とりあえず、村の拡張計画をどんどん進めていこうと思います。まあ展望デッキを再び。ただ展望デッキを普通に作るんじゃなくて、あれをそのままさ、穴中をえぐっちゃってさ、外壁をいい感じに整えればさ、ビルみたいな感じになるじゃん。そんな感じにしようかな。あれ、ビルにしようかな。土でできたビルにしようかな。いいね。いいね。それも悪くない。で、なおかつ、そこに地下から開通させると。村人たちにもね、この村がどんな感じなのか見せてあげたいから、ね、なんか開通させてあげれば多分通っていくでしょ。多分だけど、わかんないけど、どこまで、彼らの行動範囲がどこまでなのかわからないから、家を作ったところでそこまで行かないんじゃ意味がないし、まあ行ってくれるだろう。そう、村人たち専用の展望デッキになるわけで、いいね、いいね、いいね、展望ハウスね。あ、いいな、それ。いいな。またワクワクしてきた。またワクワクしてきた。いや、ひらめくね。テンション上げるとひらめくね、やっぱり。いつもなんか、だらだらやりすぎたね。もっと、もっとパリパリ、パリパリ、パリパリ行こう。だらだらじゃなくて。なんかこれいい感じだな。まあいいや。もちろんなんかひらめくだろう。じゃあそんな感じかな。うん、感じです。ごめんなさい。ごめんなさい。スイッチ間違えた。ごめんなさい。配信しないよ。というわけで、今回は何回も言うけど、ここまでになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、お願いいたします。そして、Twitter やブログなどのURL は下にありますので、そちらも、どうぞご利用ください。そしてコメントある方、下のコメント欄、下のコメント欄にコメントができない方、そして質問等ある方、ask.fm の URL も下の概要欄にありますので、そちらからどうぞ。それでは、重ね重ね最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、アカデスキレット社長がお送りいたしました。お送りいたしました。噛んだ。甘く噛んだ。バイバイ。